ずいぶんあっさり潜入できましたね。罠があるかもしれないわ。気をつけて。敵。潜入に気づかれていたか。仕方ないわ。倒すしかなさそうね。受けるわ。タイミングを見計らってジャンプして。何が起こったの？待っていたぞガンボルト。飛んで火にいる夏の虫。水にいる戦闘部隊集中砲火だ。地内の空間がねじ曲がっているようだ。さしずめ、ワームホールのセブンさん。ゲートモノリスを破壊して先に進んで。情報によるとその先に潜水艦のドックがあるはずよ。ここが潜水艦のドック。潜水艦は見当たらないわ。まさか。狙いか。そんな基地にはスメラギの人間も大勢いるのよ。連中のやりそうなことじゃないですか。なんだよこれ。聞けないぞ。死なばもろともだ。こんなシャッターにかまっている暇はない。ジーズ、急いで。しっかりして。早く水から上がって。Thank you.
生きて帰りますよ、絶対に。ゲートモノリスね。その先は海底トンネルに繋がっているわ。脱出できるはずよ。なんだ、来ちゃったの。溺れ死んでてくれれば楽だったのに。ねえ、これってさ、もしかしなくても僕が戦わなきゃならない流れ？お前がここの司令官か。なんだよな、マジになんないでよ。はいはい、そうだよ。天才司令官メラク様ってのは僕のことね。帰って寝とげしたいからサクッとやっちゃうか。はあ、あ、よっ。そんじゃま、やりますか。ゆるゆるっとね。なんなのこいつ。ふざけているのか。はあ、マジではないかな。だってさ、マジでやるのとか。僕って天才だからわざわざ自分で何かするとか嫌いなんだよね。それがおとなしくしていれば。そうしたいよ。でも働かないと食べられないんだよね。現実ってクソゲーは。今回の作戦でさ、君を倒せば向こう3年くらいは有給くれるって言われたから、わざわざ考えて。デイジーレーザー消えないよ。しかも今回の作戦、僕のセブンスまで使ったのに、バカな部下のせいで全部パー。はいはい、なんか再生スイッチとか押しちゃうとね。ほんと困った。こんなところで終わらせない。あなた死なせない。飛ばしアームドブルーライトニングスリア。眠い。GV、 ええ、これから戻ります。GV 聞いたぜ。ナーガーだったか。新しいダートカートリッジを手に入れたんだってな。当たり前だが、ダートは装備しなければ使えねえぜ。ま、お約束ってやつ。あとあれだ、素材。ミッションをクリアした時に素材アイテムを手に入れなかったか。素材アイテムがたくさん集まればショップで新しい装備アイテムを開発できるんだ。装備とショップどっちも L ボタンでメニューを開けば行えるぜ。